よし、今日は宿題がっつりやるぞ。ラン、トモエ、付き合ってくれてありがとう。みんなごめんね、今日は家の手伝いの日だから付き合えなくて。いやいや、いつも場所貸してくれてありがとうな。モカは？今日は寝たい日だからごめん、だって。モカらしいな。よし、じゃあ3人で進めちゃおう。それにしてもさ、この参考書がなかったら宿題も進められなかったから、みんなには本当に感謝だよ。そういうのは終わってから言うの。まずは進める、終わらせる。はーい。あれ、この公式なんだっけ。参考書、参考書っと。ん？ページの端になんか書いてる。うん？寝ぼけて書いちゃったのかな。それより今は宿題、宿題。あれ、ここにもまた何か書いてある。お、あー、何これ。ひまり、独り言大きいよ。わからないとこでもあるのか。これ見て、変なメモが書いてあったの。ぼ、何これ。わかんないんだよ、私も書いた記憶がないし、ひらがな一文字なんて意味がわかんないよ。モカに参考書を貸した時にこっそり落書きされてたとか。モカに参考書貸したことないもん。モカって何気に頭いいから。そっか、ちょっと見せてくれ。うとぼ、なんだろう。ぼう、わけわかんないね。おい、他のページにも同じようなメモが残ってるぞ。ここには、そう、隣には、うぼそあ、うわ、こっちにも書いてある。たま、たま、あとつなげると頭になるけど、並び替えると何かのメッセージになるとか。見つけた文字もう一回教えて、ノートに書いてみる。うぼそ、見つけた文字はうぼそあたま。これ逆から読むと、また遊ぼうになるよ。また遊ぼう？どういう。7つ目の階段、まだ続いてたんだ。え？モカ言ってただろ、生徒の幽霊が遊び相手を探していたずらしてくるって。それじゃあやっぱりあの日、私たちの周りにもう一人いたってこと？ああ、多分な。また遊ぼうってことは、もしかしてまだ私たちのそばにいるのかもしれない。あ、遊ぶのは宿題の後、今は宿題終わらせなきゃ。あ、そうだな、よし、気合い入れて頑張ろう。やっぱり怖い。お疲れ様です。浮かれてるけどどうしたかって。浮かれてるの分かっちゃいます。実は今日、夏休みの宿題を無事に全部提出し終わったんです。ありがとうございます。で、無事に提出し終わった自分へのご褒美に、今日は山吹ベーカリーでパンを買って帰ろうと思って。いやー、今年の夏は人一倍濃かったからな。開放感でいっぱいですよ。あははは、実はですね、夏休みに教室に参考書を忘れてきちゃって、アフターグローのみんなに付き合ってもらって取りに行ったんです、夜の学校に。
無事に参考書をゲットして外に出ようと思ったら、外に出る扉が全部鍵閉められちゃってて、夜の学校に閉じ込められちゃったんですよ。今思い出すだけで怖いですよ。閉じ込められた時はもうダメかと思ったな。モカだけは面白くなってきたとか言ってましたけど、本当にモカは怖いもの知らずですよね。夜の学校って入ったことありますか？夜の学校って暗いだけじゃないんですよ。怒るんですよ、不思議なことが。本当ですって。私たち実際に体験したんです。突然物音がしたり、あとあと喋ってもないのに巴の声が聞こえてきたりとか。あ、あんまり信じてないでしょう。顔に出てますよ。本当なんですって。けど私たちですら最初は起きてることが信じられなかったから当然か。できればもう二度と体験したくないです。まあ元はといえば全部私が原因なんですけどね。そうですよね、無事宿題が終わって提出できたからいいですよね。それにしても参考書取りに行くのを付き合ってくれたり、宿題も手伝ってくれたり、私はいい友達を持ったな。そう思います？ありがとうございます。さて、美味しいパンをたくさん買うぞ。モカにおすすめのパンはバッチリ。ああ、参考書取りに戻ったの付き合ってもらったお礼にみんなにおごるって約束してたんだった。お財布状況は、自分へのご褒美はバイト代が入るまで無理か。